が手ぐすね引いて待っていそうだな。心せよ。
絶対返す。
助かった。そうだけではここまで。おそらくは妖魔の仕業であろう。早急にこの地を取り戻そう。Hey.
高祖月劉邦は秦の時代に生まれ、ついには宿敵項羽に勝利し、今に続く艦長を打ち立てた。驚いたか。うちの兄貴はそんじょそこらの成り上がりじゃねえ、由緒正しき後継者ってわけや。おお、またあったか。俺は例のごとく神さんの欲しいもの探しよ。けどなかなか見つからなくてな。もしでいいんだ。またお前さんが持っていたら譲ってほしいんだが。ありがとう。これでまた家に帰れるよ。いつかこの礼をしないとな。ありがとう。いつかこの礼。
次も頼むな。ここを勝利への足がかりにせん。こっから地下を進めば城の中に通じてる。城を取り戻すためだ。皇祖様、ちっとばかし邪魔すんぜ。来た時に龍兄の妻子は捕まっちまったんだが、人質になるどころか無事に送り返されてきてな。非道で知られる呂布軍がどういう風の吹き回しだ。確かに腑に落ちぬことだな。しかしここは素直に家族の無事を喜ぼう。
きっちり返さねえとだ。
とは見落として務めを果たすもの。引くわけにはいかぬ。お主が見落とすは何のためだ。我が手には刃で答えてもらう。この城は呂布殿から預かったもの。知っても渡さぬ。命乞いは無用。切れ。いたぞ。敵将長領を討ち取れ。お主。とは何か、峻厳なる壁者と共に歩み、ひたすらに武を研ぎ澄まし、拙者はようやく見出した。人からは命は奪えても心は奪えぬ。死とは
譲れぬ者のために戦う者。呂布殿は拙者が惚れた死の中の死であった。武運尽きた今、首が離れようと後悔はせぬが、もっと早く知りたかったものよ。ここにもまた一人の死がいたこと。息を収めよ。お主がかばうとはよほどの人物なのだな。お主の刃、これよりこの曹操のために振るうがよい。拙者は敗軍の将、勝者の命に従いまする。呂布は可否にこもった。お主たちも堂々せよ。待って、兄は。死には死ぬまで語れぬ話もある。かかれ！可否を水の底に沈めるのだ。はっ。曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかしなぜ呂布は弾薬を使わぬ。なんだこの音は。見せるな。来たか。牧羊や勝敗にはなかった濃い表記を感じるわ。よからぬことが起きないといいけど。呂布に勝てねば元も子もありませんからな。純育殿あたりがまたへそを曲げそうですが、市政に犠牲を強いる水攻め、あえて取らせていただいた。膠着した戦局に妖魔まで城内に乗り込む始末。こうなると指し物呂布も虎の子の弾薬に頼る公算が大きい。貴殿の武勇頼りにさせていただきますぞ。膠着したすこうな